はい、それでは大変お待たせいたしました。定刻となりましたのでバスの方発車いたします。走行中シートベルトの着用をお願いいたします。改めまして、車内の皆様、お晩でございます。本日は宮城交通の高速夜行バス、仙台発大阪行きフォレスト号にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。これより先の運行経路、車内の設備、注意事項などご説明してまいります。バスはこの先、仙台宮城インターより、東北道、県央道、東名、新東名、伊勢湾南道、東名阪、新名神、名神と高速道路に進みまして、京都東インターで一旦高速道路を降り、京都駅、降車扱いした後、再び名神、阪神高速と高速道路9路線ほど乗り継ぎまして、大阪市内へとバスを進めてまいります。各バス停到着予定時刻、京都駅八丈口、三尾町の6時12分、大阪市内入りまして、東に出たが7時8分ナンバーボキャット7時28分終点のユニバーサルスタジオジャパンが7時53分の予定で運行してまいります。途中の道路状況、速度規制などに伴いまして到着時刻に遅れが生じる場合もございますので、あらかじめご理解いただきましてご了承願います。途中通行止めなどで著しい遅れが出る場合ですが、状況を見ましてお客様方にご説明してまいります。現在のところ通過する高速道路上で通行止めの情報は入っておりません。続きまして車内設備ですが、バス進行方向右側通路中ほどのそちら階段を3段ほど降りていただいた正面に化粧室、お手洗いご用意しております。ご自由にお使いいただいて結構ですが、走行中のご利用になるかと思いますので、座席からの移動の際など足元に十分ご注意いただきまして、お手洗いご利用の際は必ず内鍵をかけてご利用ください。またその際、通路にお荷物など置かれますとつまずきの原因となり大変危険ですので、通路の方にはお荷物を置かないよう通路の確保にご協力お願いいたします。座席周りのご説明ですが、乗りやすいように番号札のついた肘掛け斜めに倒れているかと思いますが、平行の位置に起こしていただきますと、その下に矢印のついたレバーがございます。矢印の方に引いていただきまして、背もたれに力を入れますと座席リクライニングいたします。本日前後お客様同士かぶらないようにおかけいただいておりますので、座席の方目いっぱい倒していただきまして、ごゆっくりお休みください。また明るいうちに一つだけ確認していただきたいボタンがございます。その矢印のついたレバーの先にプラスチックのカバーのついた四角や赤いボタンがございます。こちら緊急ブザーとなっております。こちら緊急ブザーになりますと、押しますと運転席の方にブザーが鳴るようになっております。こちら緊急ブザーになり次第マイクにてご案内いたしまして、車内明かりをつけてお客様の確認となります。また最寄りのサービスエリア、パーキングエリア等へ緊急停車いたしまして、場合によりましては緊急車両手配などいたしますので、よほどの緊急時以外は申し訳ありませんよ、道の方だけご確認お願いいたします。また番号札のついてない方の肘掛け先端部、黒いレバーを押していただきますと足元フットレスト出てまいります。お休みの際お使いになると足元だったと思われます。また携帯電話など充電するように、コンセント一つ席一つずつご用意しております。窓際の方は、窓際の壁の下足元のところに白いコンセントをご用意しておりますので、ご自由にお使いください。また各座席前の網ポケットに使い捨てのスリッパもご用意しておりますので、お休みの際どうぞお使いください。お使いにならない場合、荷物をお持ち帰りいただいても結構です。また一度お使いいただいたスリッパの方は袋に戻さず、そのまま座席の方に残しておいてください。こちらの方で荷物を回収させていただきます。注意事項といたしまして、車内化粧室を含めまして全て禁煙となっております。また携帯電話のご利用も他のお客様のご迷惑となりますので、通話はご遠慮いただきまして、音の出ないマナーモードへの設定お願いいたします。Thank you.
なお、これより先、高速道路走行となります。お客様方の安全確保と車内事故防止のため、座席備え付けのシートベルトの着用義務化となっております。大変窮屈かと存じますが、シートベルトの着用をご協力をお願いいたします。また、車内空調ですが、一度設定により一定温度を保ってまいります。バスの構造上、前、中、後ろとで若干温度差が生じますので、お客様方のお召し物、または風の吹き出し口などでの調節をご協力お願いいたします。また現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ブランケット、膝掛けの方は、貸し出し、一旦中止化させていただいておりますので、ご了承お願いいたします。でまた、空気清浄機を利用し、外気導入モードにて換気をしながらの走行となります。お客様方におかれましても、車内マスクの着用、設定チケットのご協力をお願いいたします。でまた、車内での禁止、食事などもご遠慮いただきますようお願いいたします。バスはこの先数箇所停車してまいります。お客様の降車休憩箇所といたしまして、この先約2時間ほど走行いたしまして、東北道バス高原サービスエリア1箇所予定しております。順調にまいりますと、9時50分前後の到着になるかと思います。お客様の降車休憩箇所は、そちら1箇所のみとなります。近くになりましたら、そういった発車時刻などご案内いたしますので、お時間までバスにご利用いただきますようお願いいたします。那須高原サービスエリアに出ましてからの先、数箇所停車してまいりますが、乗務員交代、車両安全点検のためと、停車となりお客様の降車自体は行っておりませんので、あらかじめご理解ご了承お願いいたします。申し上げました、本日終点、失礼いたしました。本番から荷物を終点ユニバーサルスタジオジャパンまで担当いたします。宮城交通、仙台、宮城営業所のただいまの運転シール武田、私交代長の高橋、2名体制で終点到着まで安全運転に努めてまいります。何かご不明な点、ご不安な点などございましたら、私この後車内回りますのでお声掛けください。できる範囲内で対応してまいりたいと思います。また消灯時間ですが、那須高原サービスエリアを出まして、10分ほどいたしましたら車内の方を消灯といたしますので、それまでお休みの準備お願いいたします。通路脇のサイドカーテン、本日の方確認していただきますようご協力お願いいたします。また消灯をどうしても明かりの欲しい方、非常にありますオレンジ色の丸いボタン、こちら読書灯となっております。こちらの方、お使いください。本日は宮城高速の高速夜行バス、これ